はい、こんにちは、室野聡です。今回はですね、主意説明の原則についてお話をします。向山陽一先生の名著中の名著ですね、この授業の腕を上げる法則という本があります。で、この本の中の授業の原則の第1条として、主意説明の原則というのがあるんですね。これについてね、今回はお話をしていこうと思います。主意説明の原則って簡単に言えばですね、指示する意味を説明しろということなんですね。授業中、私たち教師は子どもたちにいろんな指示を出しますね。で、その時にただ指示をするだけではなくて、そこに目的ですね、何のためにそれをするのかということを付け加えましょうということなんですね。私たちもそうですけども、何か指示された時に何のためにそれをするのか知らないでね、やらなきゃいけなくなると、なんとなく精神が不安定になりますよね。逆にこういう目的でこれをやってくださいって言われれば、あ、なるほど、そういうことでこれをやるんだなと、自分が今行動している意味が理解できているか理解できてないかってすごく大きいことなんですね。ですので、主意説明をなるべく授業中の指示には入れていきましょうということなんですよ。で、向山先生もこの本の中で、例として出しているわけですね。やることだけを言う、つまりやることだけ指示するのが、それはね、アマチュアの腕だってわけですね。例えばゴミ拾いの場面が出てくるんですが、はい、ゴミを拾いなさいっていうだけではですね、これはアマチュアでも言えるってことなんですよ。黒帯の腕としてはね、教室をきれいにします、ゴミを拾いなさいっていう指示ですね。ゴミを拾いなさいという指示の前に目的がつくわけですね。教室をきれいにしますっていう、その目的が伝えられているわけで、これは黒帯の腕だということですね。で、さらにその上があって、それがプロの腕だというふうにおっしゃってるんですが、一番下に書いてこれですね、主意だけ示し任務を任せるということですね。例えばですね、教室をきれいにします、自分のできることを考えてやってごらんっていうような指示ですね。それができれば一番いいということをおっしゃっております。そして今回はですね、この授業の腕を上げる法則に出ていた第1条主意説明の原則について、私が普段教室でやってきたことをね、いくつか例として挙げていきたいと思います。まず1つ目です。音読指導ですね。例えば物語教材を今日から授業しますという場面で、最初は教科書の音読から入りますね、普通はね。で、その音読ですね、その時にじゃあもうその物語を3回読みなさいってただ指示を出しただけでは、これは主意説明がされてないわけですね。ですので、例えばスラスラ読めるようにします、3回音読しなさいっていうふうに言えばですね、子どもたちはそうか、引っかからないでスラスラ読めるようになるために読んでるんだなっていうことを理解して3回音読するわけですね。ですから、これは目的と指示がくっついた主意説明の原則を守った指示ということになりますね。で、私はよくですね、スラスラ音読っていうふうに子どもたちに言ってました。スラスラ音読っていうのは別に私が考えた言葉じゃなくてあるんですけども、スラスラ読めるようにするための音読ということですよね。こういうふうにですね、スラスラ音読ができるようにするための音読をスラスラ音読というふうに名付けちゃえば、もうこの名前の中に、このネーミングの中に目的も入ってるわけですね。ですから、こういう言葉を作って子どもたちに言っていくというのは結構効果的だと思いますね。はい、スラスラ音読しますって言えばいいわけですよね。スラスラ読めるようになるために今から読むんだなということは子どもたちに分かるわけですね。ですから、特に小学生の場合はね、こういうスラスラ音読みたいな名前を作って子どもたちに言っていくといいと思いますね。いちいち毎回毎回ですね、スラスラ読めるようになるために今から音読します、はい、3回読みなさいっていうふうな長い指示をしなくても、スラスラ音読しなさいで済むんですね。はい、2番ですね。指名なしって書いてありますが、指名なし音読とか指名なし発表、指名なし討論のことです。普通は子どもたちが発言するときというのは、教師が指名して発言させるわけですけども、指名なしですから指名しないわけですね。子どもたちが自主的に立って発表したり、音読したり、討論するということです。なかなかね、最初指名なし発表ってこう、急にできるようになることじゃなくて、少しトレーニングが必要なんですけども、今ね、メンバーシップの方でも討論ということで、特集していますけども、以前視聴者の方からご質問があって、やっぱりね、なかなか最初は発言できなかったり、時間がかかるわけですね。で、それを見ていた子どもたちが、先生、こんなことやってるんだったら、もう順番に言ってった方が早くていいんじゃないっていうふうに言ったっていうことがご質問されてたんですね。で、一見もともなんですけども、子供の言うことはね、要するにそれもね、主意説明が必要なんですね。指名なしというね、なんで指名なしですにするのかっていう主意説明を最初にしなきゃいけなくて、例えば先生がいちいちこうみんなを察しながらね、発言してもらうよりは、みんなが立ってくれた方が1時間の中でね、発言する機会がね、すごく増えるよねっていうことだとか、みんなに自主的に発表できるようになってほしいんだと、
それは将来ね、自分の意見が堂々と言えることがね必要になってくる方だよっていうようなことを話をして、そして指名なしっていうことを入れていくんですね。まあ、そういうことがないと何のためこの指名なしをしなきゃいけないんだ、なんで自分たちで立たなきゃいけないんだと思う子は必ずいるんですよね。ですからそういうふうに趣旨説明がこういう時には必要です。まあこれはね、毎回毎回指名なしをするたんびに言う必要はなくて、一回言えばね子どもたち大体わかりますので、まあ、また忘れるのでたまに言うとか、指名なしって何のために今してるんだっけって子どもに逆に聞いてみたりね、まあ、常に意識させていくことが大事なんですね。私も国語の時間の最初の本当2分3分使ってみんなで音読の練習をしてました。もうそれは何のために毎日毎日こんなことやってるのかっていうのは子どもたちに言わなきゃもちろんわかんないわけですね。ですからそれもちゃんと討論をするためにはね、やっぱりみんなのいい声、届く声が必要だから、でそれをトレーニングするために毎日やってるんだよ、だから声を毎回毎回しっかり出さないと意味がないからねっていうふうに言って、毎日声を出す練習をしてたんですね。まあそれがないと何のために俺たちはこんなでかい声出さなきゃいけないんだっていうふうになっちゃうわけですよね。目的プラス指示ということですね。はい、3つ目、漢字指導です。漢字指導の指導ステップとしてね、指書き、なぞり書き、写し書きっていうのがあるわけですね。で特にこの指書きというのが非常に大事で、まあ、指でね実際こう漢字を書いてみるということですけども、まあ子供によってはね、この指書きなんかしないでいきなり鉛筆持って書きたいよって子もいるわけですよね。だけどもそこでなぜ指書きから入ることが大事なのかっていうことをちゃんと説明しなきゃいけないわけですね。鉛筆を持って書くよりももっとね短時間でどんどん書けるでしょっていうような趣旨説明もできますよね。そもそも指で書けなかったら鉛筆持っても書けないんだからね、まず指で練習するといいよっていうことを言うわけですよね。まあ、そして子供が納得するからこの漢字指導に意味が出てくるわけですよ。やっぱりその趣旨説明っていうのは必要になってくる場面って多いんですよね。特に初めてその指導を導入するときには必要ですよね。はい、そして4番目ですね、崩壊学級って書いたんですが、趣旨説明が強く求められるって書いたんですが、これは例えば荒れたクラスなんかを持った時に教師の趣旨説明って非常に大事になってきます。要するにですね、何かやろうとした時にクラスが荒れてた場合ね、なんでそんなことしなきゃいけないんですかとか、そんなことやりたくねえよっていう子もいるわけですよね。でそういう子たちになぜこれをするかっていうこの目的をちゃんと伝えないとますますやらなくなります。こういう目的で今からこういうことするよっていうふうに言うしかないんです。で子供から反発されてね、なんでそんなことしなきゃいけないんだよって言われた時にも、こういう理由でこれをやるんですっていうことは言えなきゃいけないんですね。で私も、荒れた学級って持ったこと何回かありますけども、まあ、そういうクラスでそういうふうになんでこんなことするんだっていうふうに言われた時にやっぱりね答えられないことって結構多いんですね。普段私たちはもう学校ではこれ当たり前と思ってね、指示してることってこと結構多いじゃないですか。学校ではねいろんなこと言われますね。なんで体操着に着替えてやんなきゃいけないんだとかね、なんで給食着に着替えなきゃいけないんだとかね、いろんなこと言う子がいるわけですよね。でその時にその子をある程度納得させられるような趣旨説明ができないとますますねクラスが荒れていくということはあります。崩壊学級にいる時はですね、本当にこの趣旨説明が大事になってくるんですね。はい、ということでね、今回は趣旨説明の原則ということについてお話をしました。ついついね私たちは子どもたちに指示して、まあ、その指示を子どもたちは素直に普段ね聞いてくれるんで安心してますけども、本当はね趣旨説明ということをちゃんと伝えてあげないと子どもたちのね人権を本当に考えた指示っていうふうにはね言えないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、というわけで今回は趣旨説明の原則についてお話をしました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。